皆さんこんにちは、ジョーです。今回は日本人ボクサーが世界戦で見せた史上最も美しかった KO 勝利を紹介していこうと思います。まずは1970年9月27日、チャンピオン沼田義明が挑戦者ラウル・ロハスに対して見せた最も美しいアッパーによる KO 勝利です。沼田が精密機械の異名を取ったゆえんは、華麗なステップを駆使し、相手のパンチを下先三寸でかわす反射神経に加え、どんな角度からでも正確無比なパンチを打つことができる類稀な才能でした。元世界フェザー級チャンピオンの挑戦者ロハスは、西条正蔵に2年前にタイトルを奪われ、すでに峠は越えていましたが、1階級上げ、ファイターの気迫は並々ならぬものがありました。それでも当時25歳の沼田の優位は動かなかったのです。試合が始まると主導権を握った沼田は、3ラウンドも得意のフットワークと鋭いフリッカージャブでロハスを翻弄し続けます。それが4ラウンドに入り、日大講堂の大舞台は突如暗転するのです。動きの速い沼田への対応策として、ボディ攻撃に活路を見出そうとしたロハスの切羽詰まった策が、もともとボディに致命的な弱点のあった沼田に執拗なボディ攻撃にたじろいでいくのです。さらにその強打が顔面へと切り替わると、沼田の体はゆっくりとキャンバスに沈んでいく痛恨のダウンを喫してしまいます。このラウンド、なんとかゴングに救われた沼田でしたが、5ラウンドになっても挑戦者ロハスの凄まじい攻撃が続きます。コーナーに詰め、ボディから顔面、顔面からボディと瞬く間に打ち込まれる。痛打され、何度ものけぞるチャンピオン沼田。もう沼田の KO 負けは時間の問題だと思われました。しかしここで日本ボクシング史上最も美しいアッパーによる逆転 KO が飛び出すのです。打ちつかれたロハスの手が一瞬緩んだその時、チャンピオン沼田が突如右ストレートをロハスの顔面に打ち下ろします。挑戦者に戸惑いの色が浮かびました。さらに沼田の渾身の左右フックの追い打ち、とどめは振り子の原理を応用したというバックスイングを大きく取った美しい右アッパーのカウンターでした。あ、これなんだよ、少し跳ねてきたのがいいですね。あ、右アッパー、右アッパー、あ、ここだ。あ、ダウン、ダウン、ダウン、右アッパーダウン、ロハスダウン、ロハスダウン、勝てるかどうか。右アッパー勝てない、勝てない、勝てない、勝った、勝った、あ、勝てない。逆転ナックアウト勝ち、逆転ナックアウト勝ち。この美しいアッパーがカウンターとなって決まり、ロハスは一周宙に浮いてからリングに落ちたという沼田。この間実に14連発、チャレンジャーは深々とキャンパスに沈んだまま起き上がってはこれませんでした。日本ボクシング史上まれに見る右アッパーによる痛烈な KO 勝利。この美しい右アッパーは今でも永遠に語り継がれています。続いては1971年6月3日、チャンピオン柴田国明が挑戦者ラウル・クルスを美しい右ショートアッパーのカウンターでワンパンチ KO にした試合です。天才パンチャーの異名を取った柴田は、メキシコの英雄ビセンデ・サルディバルを敵地で TKO。 タイトルを奪取してからおよそ半年、柴田は待ちかねたように立ち上がりから速攻をかけていきます。慎重に間合いを取ろうとするクルスのワンツーをかわし、左をボディへ、その両肩がリズミカルに揺れていました。ラウンド中盤、柴田はキレの良い状態さばきで挑戦者のパンチをかわすと、
逆に左ストレートをクリーンヒットします。ひるむところへ右ストレート、たまらずバランスを崩してコーラーへ交代するクルス。すかさず距離を詰めた柴田はまず顔面へ、右フックをカウンターとなってヒット。慌ててガードを固めるクルスにその上から左右左と叩きつけます。上体を折り曲げてやり過ごそうとするクルスでしたが、柴田は冷静にその動きを読み、上体を起こしたところへ力強い右を2発、さらに左フックで挑戦者の顎を跳ね上げます。気づけば挑戦者はコーナーから脱出することができませんでした。さらにこの後ボクシング史上最も美しいカウンターが炸裂するのです。マイク・タイソン張りの弾力性豊かな左右4連打でクルスのバランスを崩すと、尖った顎を右ショートアッパーのカウンターが炸裂しました。切れたように崩れ落ちたクルスはそのまま10カウントを聞き、試合時間よりも長い時間横たわっていました。天才パンチャーと言われた柴田の右ショートアッパーの美しいカウンター、日本ボクシング史に今でも燦然と輝いています。続いては1975年12月4日、チャンピオンガッツ石松がアルバロ・ロハスに見せた右アッパーのカウンターの美しい KO 勝利です。アジアとして初めてライト級の世界王座に就いた石松が、その後もその実力を安定し、重ねたバウンドの防衛、そして5度目の防衛戦は人口200万人の中南米コスタリカ初の世界王者を目指す8位のロハスが相手でした。試合が始まると1ラウンド、背中の筋肉が異様に発達した小柄のファイターロハスがグローブのタッチを拒否して素早い左で闘志満々に前に出てきます。それに対し13キロの減量を強いられてきた石松は前半5ラウンドまで様子見のスタートを切っていきます。6ラウンド48戦してダウン経験のないタフなロハスは、体が温まってきたのが徐々に手数が増えてきて勝負を仕掛けてきます。石松は相変わらず手数が少なく、そのステップもバックが中心で後手に回り、カウンター狙いに専念しロープに詰められてしまいます。7ラウンド挑戦者の攻撃を浴びる石松でしたが、打たせて疲れを誘う作戦で、ある意味肉を切らせて骨を断つ戦法です。しかしながら8ラウンド、スタミナ自慢のロハスの動きは止まることなく、キビキビとした動きからボディを叩きながら前進を続けてきます。10ラウンド、低い位置から前に出るロハスに対し、石松は右アッパーのタイミングをつかみ出すと、さすがにタフな挑戦者も初めてここで交代。しかしここはゴングに逃げられてしまいます。そして試合は13ラウンド、コーナーからしきりにアッパーの声が聞こえる中、大試合でのキャリアに勝る石松は下がりながらも左でコントロールし、ロハスのパンチをもらいません。そして迎えた14ラウンド、ジャブで距離を保った石松が前に出てくるロハスにビシビシとジャブを当てていきます。このジャブに対してロハスが左を出したところに、石松の右アッパーのカウンター一戦。あと10回くらいできるんじゃないですか。
ッパーカット一発。カウンターで顎を突き上げられダウンした挑戦者は立ち上がることができずにここで試合終了。石松が史上に残る美しい右アッパーのカウンターにより見事な一発 KO で粘るロハスを退け5度目の防衛に成功しました。続いては1990年2月7日チャンピオンチェ・ジョンファンに大橋秀行が挑戦した一戦です。この時冬の時代が続いていました。日本人の世界挑戦失敗がすでに連続21にまで膨らんでいたのです。そしてこの試合は典型的な大橋とコリアンファイターとの試合というふうになりました。試合が始まると大橋の手数の少なさがいつも相手が猛烈な打撃戦を決意させるものだったのです。しかしながら大橋が倍の威力で打ち返す、ブロックしながら相手のパンチの裏をカウンターで狙う大橋のボクシングの幅は失礼ながらチャンピオンのやや単調な全身一辺倒のスタイルとは一線を画したものだったのです。意地の右アッパーの付き合いで試合は進んでいきます。次第に挑戦者大橋のペースになっていきました。チャンピオンもゴツゴツした硬そうなフックを打ち込んできましたが9ラウンド体力の消耗したところに大橋のボディーブローがヒット。そうするとチャンピオンは崩れ落ちるように悶絶打ってダウンするのです。そして立ち上がってきた王者は狂ったように連打を仕掛けてきましたが史上に見る大橋の美しい左ボディストレートのカウンターが炸裂したのです。さあチャンピオンが出る。さあ大橋ダウン、またボディーだ、ボディー。さあ立てるかチャンピオン、場内はカウントダウンが始まった。日本待望のチャンピオン誕生なるかどうか。立てない、立てない、鮮やかノックアウト。日本に待望のチャンピオンが誕生しました。大橋秀行でやりました。米倉会長ともにガッツポーズ、見事でした。大橋秀行のボディに日本ボクシング史に残る最も美しい左ボディストレートのカウンターが炸裂したとき、日本ボクシング界の長い夜がやっと明けたのでした。大橋のこの美しいカウンターパンチは今でも燦然と輝いています。続いては1992年6月23日チャンピオンムアンチャイ・キティカセムに挑戦者ユーリ・エビハラが挑戦した試合です。1989年のアマチュア世界選手権を制し経済政策を進めるソ連のペレストロイカ政策によりプロになるべく来日したユーリ。2年前にデビュー、連勝のテープを12まで伸ばしうち11度のノックアウトを記録してこの日を迎えます。ノックアウトを生み出す右ストレートは大胆にして切れ味抜群、ポーカーフェイスを崩さない冷静な試合運び。しかし戦前有利の勝利を楽観視するわけにはいきませんでした。チャンピオンのムアンチャイは有利に勝るとも劣らぬ強打者、プロのキャリアでは有利をはるかに上回っていたのです。世界的な強豪との対戦も豊富でした。しかも有利は最高で10ラウンドしか戦ったことがなかったのです。試合が始まると両者ともに好調なスタートを切ります。有利はテンポの速い小刻みなステップを踏みワンツーや左右フックを繰り出していきます。ムアンチャイのカウンターにもひるむことなく鋭い踏み込みから豪快な右ストレートを飛ばしていきます。そして1ラウンド終了と同時に有利の右クロスカウンターが炸裂。ムアンチャイはキャンバスに両膝を落としたダウン。しかしレフリーはこれをダウンと認めませんでした。
しかしながら8ラウンド、ムアンチャイの振りが大きくなってきたところに、左右ボディーブローを繰り出してくるところ、有利は左から右の打ち下ろし。これが何度も同じことが繰り返されたのです。この時、有利はタイミングをつかんでいました。そして、有利の右ショートが一閃されたのです。ロープに決まったが、しかし体を入れ替えた。右、右、ストライク、ダウン。体を入れ替えました。有利、これは効きましたよ。さあ立てるかチャンピオン、ね、立てるかチャンピオン、無理だ、立てないチャンピオン、立てない、歴史的な一瞬です。 CIS で初の世界チャンピオン、初めての世界チャンピオン、画期的な勝利です。有利が勝ちました。日本ボクシング史上最も美しい右ショートカウンターによりフロアに突っ伏してピクリとも動かないチャンピオンムアンチャイにカウントが必要ないことは誰の目にも明らかでした。有利はこの試合で見せた右ショートカウンターというボクシング史上に残る最も美しいショートパンチを炸裂させたのです。続いては2001年5月20日チャンピオン徳山正盛が挑戦者チェ・インジュを KO した試合です。2000年8月27日チェ・インジュは6度目の防衛戦で徳山正盛と対戦しダウンを奪われ12ラウンド判定負けで王座から陥落するとともにキャリア初黒星。その後徳山は初防衛に成功すると2度目の防衛戦の相手は前王者のチェ・インジュで、前王者の母国でもあるソウルで行われました。お互い手を知り尽くしたボクサータイプで足を使って距離を取るアウトボクサー同士の一戦、世界レベルのいわゆるボクシングを信条としたスマートなボクサー同士でした。徳山はデビュー当時からフェイントがものすごくうまいと言われてきました。目のフェイントも抜群で、実際徳山のジャブを完全に攻略した選手はその後いなかったのです。試合が始まるとジャブの差し合いで始まったこの一戦もジャブの差し合いで徳山が一歩リード。しかも一進一退だった第一戦と違い、この試合はラウンドが進むにつれて徳山が圧倒していくことになりました。試合は4ラウンド、徳山の右で挑戦者チェ・インジュの膝が早くも揺れ始めます。明らかに効いていました。このラウンド挑戦者はクリンチで逃げる場面が増えていったのです。そして試合は5ラウンド、ついに日本ボクシング史上に残るパンチが炸裂します。徳山の肩越しの右ストレートのカウンターが火を吹いたのです。武田さん、逆にチョ・インジュの、ね、表情をご覧になっていかがですか。ダウンだ、ダウンだ、ダウンだ、チョ・インジュがダウンした。徳山が今右手を上げました。徳山が右手を上げました。第5ラウンド、いきなりのダウン。チョ・インジュ立てない、立てない、立てない、どうだ。徳山海外防衛を果たしました。徳山はよっぽど手応えがあったのか、ダウンを奪った瞬間に右手を高々と上げ続けていました。そしてチェが立ってこれないことを確信するとカウントアウトの後おたげびへと変わったのです。最後の肩越しの右ストレートのカウンター、日本ボクシング史上に残る最も美しい KO パンチの一つでした。続いては2006年3月25日、チャンピオン長谷川穂積が挑戦者ウィラポンナコンルアンプロモーションを KO した試合です。長谷川は2005年4月16日、20戦目で世界初挑戦。相手は WBC 世界バンタム級チャンピオンのウィラポンでした。
ミラポンは1998年の12月に辰吉丈一郎を破って王座を獲得。その後、辰吉との再戦にも勝利。さらに西岡の挑戦も4度退け、この試合が15度目の防衛戦でした。最終12ラウンドまで壮絶な打ち合いを展開し、3対0の判定で長谷川が勝利。見事世界王座奪取に成功しました。そして長谷川は2度目の防衛戦でウィラポンとの再戦を迎えることになります。2006年3月25日神戸ワールド記念ホールで2度目の防衛戦の相手が世界王者として地元での初の凱旋試合となったのです。この試合は11ヶ月前にベルトを奪った前王者ウィラポンとの再戦でした。ウィラポンは前回の長谷川戦後5試合を行い全勝の 4KO、 ランキング1位の指名挑戦者として日本のリングに戻ってきたのです。試合が始まると、試合はラウンドが進むにつれて長谷川のパンチがウィラポンを捉え始め、前回の試合より長谷川が圧倒していきます。6ラウンドには強烈な左アッパーが炸裂、ウィラポンをダウン寸前まで追い込みました。7ラウンド8ラウンドはウィラポンが徹底的なボディーブローを攻めて流れをつかもうとしましたが、試合は9ラウンド衝撃的なシーンが訪れます。開始10秒、長谷川の日本ボクシング史に残る最も美しい右フックのカウンターが炸裂するのです。残すところあと4ラウンド、第9ラウンドを迎えています。ウィラポンが前の右にダウン。ウィラポンは立ち上がろうと試みるも、ダメージが大きく立ち上がることができず、結局レフリーがカウントを途中でやめ、試合をストップしたのでした。日本ボクシング史に残る最も美しい右フックのカウンター。長谷川が前王者を返り討ちにし、見事2度目の防衛に成功したのです。続いては2009年5月23日、チャンピオン西岡俊明が挑戦者ジョニー・ゴンサレスを左ストレート一発による KO 勝ちをした試合です。西岡は2008年、4年半ぶりに5度目の世界挑戦を行いました。同級3位ナパーポンと WBC 世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦を争ったのです。1ラウンドから西岡が試合を優位に進め、 KO には至らなかったものの3対0の判定で圧勝。プロ39戦目にして悲願の世界王座に輝きました。そして2度目の防衛戦は2009年5月23日敵地に渡っての試合でした。メキシコモンテレーのモンテレーアリーナで同級2位で元 WBO 世界バンタム級チャンピオンでもあるジョニー・ゴンサレスとの指名試合で対戦したのです。ゴンサレスはアメリカでもビッグマッチを戦うなど、世界的な知名度と人気は西岡をはるかに上回るスター選手でした。この試合はゴンサレスの母国開催ということもあって、メキシコ国内ではゴンサレスが勝つことが前提で、この日の前座で復帰戦を戦うラファエル・マルケスとの同国人スター対決を期待する声が大きく上がっていたほどでした。試合が始まると、試合は1ラウンド2分過ぎ、挑戦者の右で西岡は尻餅をつくダウンを奪われたものの、チャンピオン西岡にダメージは見られず、すぐに立ち上がります。しかしながら試合は3ラウンド、衝撃的な結末を迎えることになりました。1分を経過しようとしたところで、チャンピオン西岡の
日本ボクシング史上に残る最も美しい左ストレートが挑戦者の顎にクリーンヒットしたのです。ミルセートプラカーします。こうやってストレート相手に出た、お返し乗りましたね。これで終わったか、終わったのか、なんというパンチ一発ですね。決まったか、今の伸びましたよ。ダウンの回は2で終わったか、終わった、終わった、やったやった、見事な勝利です。挑戦者は後方に弾け飛ぶように仰向けにダウン。ゴンサレスはなんとか立ち上がり試合続行の意思表示を示したものの、レフリーが試合をストップ。西岡が劇的な TKO 勝ちを収め王座防衛に成功。日本人世界王者としては1985年の渡辺二郎以来24年ぶり2人目の海外での世界王座防衛を果たしました。メキシコ放送局は母国のスター選手を一発のパンチで倒した西岡の左ストレートをモンスターレフトと呼んで、その衝撃を表現したのです。続いては2012年11月3日、チャンピオン山中伸介が挑戦者トマス・ロハスを7ラウンド KO にした試合です。山中は世界トップクラスとしてはパンチのバリエーションは非常に少なめでしたが、ボクシングにおいて最も基本のコンビネーションであるワンツーを徹底して極め、回避不能の必殺技にまで昇華させました。本人曰くワンツーは20通りあるとのこと。このワンツーの左ストレートは神の左と呼ばれるようになりました。そしてダウンのほとんどはこのワンツーの左ストレートで奪っていくことになったのです。2度目の防衛戦は2012年11月3日、元 WBC 世界スーパーフライ級チャンピオンで WBC 世界バンタム級7位のトマス・ロハスと対戦しました。この試合、山中は神の左と呼ばれる左ストレートのカウンターで日本ボクシング史に残る最も美しい KO で衝撃的な勝利を収めることになりました。ロハスの方のコーナーはね、サウスポーの右から左のクロスを打てる。強烈な左ストレートが決まった瞬間、ロハスは操り人形の糸が切れたように真っ逆さまに落下、頭から落ちる痛烈なダウンを喫し失神したのです。7ラウンド36秒 KO 勝ち。山中の2度目の防衛に成功したこの試合は、神の左が編み出した日本ボクシング史に残る最も美しい KO 勝利の一つとなったのです。最後は2020年11月1日、チャンピオン井上尚弥が挑戦者ジェイソン・モロニーを衝撃的な KO で7ラウンド KO 勝ちした試合です。 WBO 世界バンタム級王者のジェイソン・モロニーにとって、まず下馬評で格上と見られていた井上との対戦が人生に一度のチャンスだったと言っています。彼のようなボクサーを倒すスーパースターになれる、キャリアは急上昇し世界は自分のものになる、要するにハイリスクハイリターンだったと裏舞台を告白しています。舞台はコロナ禍で無観客という異様な雰囲気が漂うラスベガス。普段の華やかさなどはなく、限られた関係者のみが立ち入りを許された場で、日本が生んだモンスターは進化を発揮することになったのです。試合が始まると、序盤から攻勢を強めて主導権を握っていた井上は、6回に左フックで初のダウンを奪うと、決着は衝撃的でした。続く7ラウンド、渾身の右ストレートによるカウンターを炸裂させたのです。Get in there with the jab. Easier said than done.
Oh, and another knockdown in the final 10 seconds in his top rank ESPYS. And Maloney is done. To the head. Knockout performance, just what was in store for his script. 日本ボクシング史に残る最も美しい右ストレートを頭部に受けたモロリーは力なく膝から崩れ落ちたのでした。ベテラン選手は世界を震撼させた KO シーンを次のように語っています。パンチがただただ見えなかった。彼のスピード、タイミング、パワーは想像していたよりもさらに良かった。最後のダウンを受けるところには意識こそあったけど、僕は自分がどこにいるかも分かっていなかった。人生であんな風に打ちのめされた経験は一度もなかった。